はい、おはようございます、トミさん。何やその顔。無事あのクツコで合流できたんで、ちょっと街中の方にホテル移して、やめろってその顔。ホテル移して街中散策をしたいと思います。標高が高いんでちょっと動くだけで息が切れるんですけど、まあ徐々に慣れてきてるところですね。はい、でウーバーがなんとクスコ生きてるんで、あのウーバーを使ってあの次のホテルに行こうと思います。8オチョペソ、ソルあソルか。じゃあ張り切って行きましょう。はい、というわけでゲストハウス着きました。荷物置いてきたんで、これから街中散策を行います。はい、ワンチャクのメルカドにやってきました。メルカドっていう意味なんですけど、これマーケットの意味ですね。ちょっと中入ろうかなと思います。あ、果物のいい匂いがする。わー、豊富だね。すごい、わー、色とりどりたくさんあるね。ペピーノ復活した。フルーツ充実してるね。見て、あそこハミちゃんブドウ立てかけてるよ。かわいい。わ、いちご綺麗じゃないの。もうお、ほんとだ。これ買う、買うかな。いいね。これなんか噂によると美味しいらしいんですよ、この豆みたいなやつ。しかも多分皆さんがこの画面上で見てる5倍ぐらいでかいですよ。じゃあ、あのおばちゃん持ってたら分かるんですけど、この大きさです。この大きさでかくない。もう剣だよ、剣。グラシアス。フルーツ、あ、チェリモヤ。パカイ。パカイ。パカイゲット。グラシアス。Thank you。よっしゃ、ゲット。なんかあの豆みたいの。あ、オッケー、Thank you。豆みたいの切ってくれる。チーズチェフ。あ、シェフ。チーズで、グラマ。チーズウェイトレス。あ、We are。Yeah, this is corn. Sweet corn. Sweet corn. Very sweet. Very sweet. Mm-hmm. Yeah. We eat cheese. With cheese. This cut. Yeah. Open. Yes. A half. Open. And this is white black beans. Black beans. Rounded by white sweet. Like cotton. Oh yeah. Yeah. うわ、切ってきてくれました。すごい。ちょっとアミちゃん食べてみます。うわ、ベリースイートって言ってた。みんなに甘くない。ちょっと食べてみていいですか。あ、でもなんか持った感じは冷たくてふわふわしてる感じで、匂いは特にないです。いただきます。苦い。甘い。え、俺のはこっちは初めだったんじゃない。苦い。そう、アケビみたいな甘みがある。アケビ、なんだろう、爽やかな、あんまりすごくない甘みがします。結構ソルでなんかいろいろついてきます。これコンソメみたいな味するよね。うん。美味しい。タバスコ。タバスコ。オッケー。Very very very impossible to eat。ロコト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 いただきました。食べてみます。うん。はあ、やばい。ああ、痛え。マジ痛い。このまで食ったのが一番辛いかも。トマト食べるよ。食べるよ、アミちゃん。飲めない。もう笑っちゃうぐらい暑いっす。やばい、日差しが。さすが富士山ぐらいの標高。もう日焼け対策してこないと真っ黒になりますね。はい、暑い。おはようございます。今日はペルー日曜日になります。何かイベントをやってますが一切わかりません。伝統的なダンスですかね、今やってますね。みんな頭にこんな感じで葉っぱをつけてます。フェスティバルって言ってもなんかお祭りなんだね。なんかのお祭りだね。美味しい。フラペチーノ。明日から僕たちはサルカンタイというトレッキングツアーに行こうと思います。なんか盛り上がってますよ。甲子園みたいですよ、甲子園。ラグビーで日本は盛り上がってますけど、こっちはフェスティバルで。
終わってるし、ラグビーも昨日、おとといぐらいあったでしょ。またラグビーあったの、うん、あ、そうなんだ。じゃあ今日はサルカンタイトレッキングの準備をしたいと思います。まあ、4泊5日ぐらいのツアーというか、まあ僕たち個人で行くんですけど、それの準備をしようかなと思ってます。じゃあちょっと行きましょうか。レッツゴー、行きましょう。今日キリストの人形が集まる日、メキシコで遭遇したんですよね。すげえ盛り上がってるけど、ね、キリストだよね、うん、今日みんな集まる日だね。これ街中から集まるんだよね、いろんな街から。しかも歩かないといけないんだよね。長旅お疲れ様でした。おお、この人形です。今日じゃあもしかしたらこれ以上に人形が集まるかもしれないね。座わせていきましょう。座れた。ストローに。ストローに。口内炎を。行こう。もう。口内炎。はい、何度目かの登場か分かりませんが、また市場にやってきました。ここでですね、トレッキングの時に食べる食材を買おうと思ってます。ちなみに今これインスタントラーメンとパスタ2束ですね、これを買ったところです。でちょっとバナナとか玉ねぎとかいろいろ買おうと思ってます。はい、で欲しかったもの1つ目ですね、これです。コカの葉っぱ、日本だったら違法ですよね。ただここだと高山病の対策になるので合法で買うことができます。最高標高4600ちょっとなんで、コカを買います。コカじゃない、これコカじゃない、連れてってくれます。あ、コカ、OK、グラシアス、Thank you。 どのくらいもらえる？ワント5 soles, 2 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 soles, 2食料買いました。全部で500円ぐらい、もし言った、はい、ではここの店でトレッキング道具を借ります。というか昨日も借りました、アミさんが。寝袋とマットとレインウェアとかもろもろ借りて、9日間で3000円いかない激安。じゃあ入りますか。はい、ファイン、Fine, fine. Oh, okay. Fine? Fine. You want to rent? Okay, what do you need? Banner and cooking. Cooking, cooking, yes. Cooker. Cooker, cooker. It's a cooker. Okay. Yeah, you need a gas also. I want to gas. Yeah, gas. Pottery, gas. Pot. Pot, yes. Yeah, pot. Pot. Cups. Cup? A cup? No. Yeah, okay. Just pot. Open this a little bit. Okay.Oh, wow. Okay. This is 40 soles. This is 20 soles. Okay, so take it easy. I'll see you. Okay. When you come back, take it easy. If you need take extra day, no problem. Okay. Take it easy, okay? Okay. No, little by little, you're going to get it. No faster, you know. You want to sleep one day more?オーケー、グラシアス、See you! チャオ。はい、というわけで全部帰られましたね。よし、じゃあいよいよ明日、はい、出発ですね。傷つき打ちのめされても、這い上がる力が欲しい。人は皆弱虫を背負って